聴者の皆様、あまり怖がらない拓郎がこの難関を突破します。おい、もう帰ろうぜ。なんだよたけし、ビビってんのか。バカバカしい。お化けなんているわけないでしょう。科学的に考えて、ブルーベリー色の怪物。うわ、ヒロシ、どうしよう、脳みそ野郎が死んじまった。もうダメだ、おしまいだ。落ち着けたけし、最終的に俺たちだけでも勝ち残れば問題ない。さあ今こそゲーム実況するぞ。俺たちは有名配信者で、そうだろたけし、震えてる場合じゃないぞ。たけし、第二の盾がやられたか。だが問題ない、俺が最後まで生き残ればいいだけのこと。おっと、ゲーム実況しなければ。俺は有名配信者になるんだ。さあここでローラースケートが。